ようございます。今ですね、朝の4時過ぎなんですけど、今日は久しぶりに旅行に出かけたいと思って朝から撮ってます。今からストーンヘンジに行ってきます。朝日をですね、見れる旅行ツアーっていうのがあったので、今日はそちらに行ってきます。
はい、ということでストーンヘンジから帰ってきました。ストーンヘンジはイギリスの世界遺産の一つなんですけども、イギリスに来て絶対やりたいことの一つだったので、今日は大満足の一日になりました。まずですね、朝電車で集合場所まで向かおうと思ったんですけど、4時半までストライキで電車が動いてなかったんですね。で、私それを出かける寸前に知って、もう少し早めに着く予定で家を出たんですけど、電車が動かないのでバスに乗ろうかタクシーに乗ろうか考えながら一駅分歩いてしまって、朝から結構体力を使いました。で、結局4時半から電車が動いてたので、そっから電車に乗って、で、無事集合場所までたどり着くことができました。集合時間を過ぎると待ってくれないツアーだったので、無事にたどり着けてよかったです。朝の4時台に電車に乗ったのは初めてなんですけど、意外と4時台でも想像してたより人が多く乗っていて、東京の朝4時台の地下鉄より人が多く乗ってたような印象でした。で、その後高知というバスに乗って、高知というのはいわゆる高速バスのような座席の形をしたバスなんですけども、それに乗って2時間ぐらいかけてロンドンからストーンヘンジの方に向かいました。で、そのバスに乗ってる間にツアーガイドの方が何度か綺麗なブリティッシュイングリッシュで観光案内をしてくれて、すごく私の英語の勉強になったかなと思います。で、ストーンヘンジに着いたらまずお土産センターのところにコーチが泊まるんですけど、そこで一旦全員降りて、で、そこからまた別のバスに乗ります。そのバスっていうのがストーンヘンジまで向かうバスなんですけど、お土産センターからストーンヘンジまで向かうのにだいたいバスで5分ぐらいかかります。で、今回私が選んだツアーっていうのがストーンヘンジのサークル内に入れるツアーっていうのを申し込みました。一般的なチケットだとストーンヘンジの外側からしか見れないんですけど、今回のツアーではストーンヘンジの間近まで近づけるツアーというのを選びました。で、まあ朝に行ったので朝日とストーンヘンジを一緒に見るっていうツアーですね。実際見てみると本当に迫力があって、間近で見ると石に書いてある文字とか金具の跡とか苔の付き具合とか体感して見ることができるので、間近で見るのはすごいいいなっていうふうに思いました。で、まあストーンヘンジの周辺に滞在したのは1時間ないぐらい滞在しまして、で、ツアーガイドの人が案内してくれてっていう感じですね。なんですけど、すごい今日は寒くって、で、ストーンヘンジの周りって何もなくて吹きさらしなので風をすごいもろに受けるんですね。なので防寒対策をしてってよかったなって思いました。結構ちゃんと着込んでいかないと街中よりも寒いので要注意ですね。で、そのストーンヘンジを見学してる時にツアーガイドの人がスマホの光を石に当てるとこうキラッと光るんだよっていう風に教えてくれて、で、やってみたら石が光るんですね、キラキラって。まあ、よく石を見てみるとこう光を当てるとキラッとするような
素材でできてるんですね。なんで私もやってみたら、こう石がキラッと光りました。ストーンヘンジの石に触ることは絶対してはいけないので、そこは絶対守らなきゃいけないんですけど、まあ、ぜひストーンヘンジを間近で見られた際はスマホの光を石に当ててみると面白いと思います。で、別の観光客の方がビデオでキラッと光ってるのを撮ろうとしてたんですけど、スマホの画質だとそのキラッっていう感じが映らないんですね。なのでぜひ現地で見てみると面白いんじゃないかなと思います。おすすめです。で、まあ夜だとキラッと光るのどうなんですかね。夕方だとちょっと見れないかなと思うので、朝のツアーで行かれた際はぜひ試してみてください。で、まあその後お土産センターでお土産を買って、私はこのマグカップを買いました。ストーンヘンジって書いてありますね。で、後ろにイングリッシュヘリテージって書いてあります。で、まあお土産を買うのと、あとは朝ごはんを軽く食べて、その後また高知に戻って、今度はバスで1時間ロンドンの方に戻ったところにウィンザーという町があるんですけど、そちらに寄りました。ウィンザーはエリザベス女王のお住まいとして有名なところです。で、今日はまあ、ツアーガイドの人が最初はウィンザーの街を案内してくれて、その後私は別れてウィンザー城の中を見てきました。すごく広くてですね、入り口のところでオーディオガイドをくれるんですけど、まあ、それを聞きながら回りました。で、ウィンザー城って火災で焼けてしまったんですね。結構壊滅的に焼けてしまったんですけど、見事に修復されてまして、すごい内装が豪華絢爛な感じでした。写真はほとんど禁止だったので撮れなかったんですけど、金箔の内装でですね、すごい立派なお城でした。で、まあその後お城を見てウィンザーの街を少し歩いて高知に戻ってロンドンに帰ってきたという感じですね。ストーンヘンジのツアーは朝日を見るプランと夕日を見るプランっていうのがあって、3月から夕日を見るプランっていうのが始まるんですね。で、まあ今日も夕日のプランっていうのがあったんですけど、私は今日は朝日のプランを選びました。なのでこの YMS 生活のうちに夕日のプランにまた行きたいなっていう風に今日思いました。またストーンヘンジの様子とかウィンザーの様子は別の動画で出したいと思うので、もしよければそちらも見てみてください。では今日はここら辺で終了します。